ターへの、はい、ストレート、そして右バッターにはシュートですね、はい、右バッター非常にが出て、そしてかき回してというね、こういう西武らしい攻撃をなんとかきっかけをつかみたいですね、はい、左バッターがね、そうですね、左バッターがつけるチャンスはね、かなりあると思うんですけど、本人もね、表情見てますと、かなり納得できない部分がね、ピッチングであると思うんですよね、ですから、まだまだチャンス。現在3対1、松井のカウント、2、3、真ん中に入った、ショートの横。回り込んでいます水口、俊足松井和夫氏売り出し中、トップバッターの大村に2点タイムリーが出ております。打席にはライオンズのトップバッタージャクソン。いきないというのがね、はい、一つの泣きどころになってますね、ライオンズはね、田代監督の計算が狂ったんだと思いますけどもね、でも僕はライオンズはまだまだ諦めるね、あれじゃないと思うんですよ。そうですよね、この清原は今シーズン12本のホームラン、トップのブリトーも追いかけています。絶対僕は、ね、まだまだチャンスは出てくると思うんですよ、はい、これも打ち取られました。3人で何も結構在5位、借金が4、借金4でしょ、はい、昨日の負けが痛いね。そうですね、昨日、まあ、終わったことは仕方ないからね、はい、おとといもオリックスと7対3というようなゲームばかりしてますね、はい、そのだからなかなかこう気分が晴れないというそういう状態がずっと続いてると思うんですね、はい、今日の試合もまさに昨日のサヨナラ負けの悪いムードを引きずっている感じの今夜のライオンズです。昨日の騙しの投法に引っかかってしまう、緩いボールに幻惑されて高めの速いボールに手を出してしまう、こんな話をしていました。鈴木健ワンスリーになっています。おっと外れました、際どいボールですがランナー2人、球児も今日はタイミング合ってないですよね、はい、まあ球児には当たればホームランという魅力はありますけども ね今日のこの秋野には右バッターというのは厳しいと思うんだけどね。6回ですがそろそろ左バッターを送って仕掛けた方がいいという大下さんのご意見。2点差あります、追いかけるライオンズ、2アウトですがチャンス、打ち取ることも必要だと思うんですね。ああ そうですか、そういう動きをする時期だと思います、はい、思い切った作戦に出る時期だと、うん、最近5試合は調子がいいんですか、柿内はまあ当たっているんですが、今日はヒットありません。それにかけたんでしょうね、はい、東尾監督はね。この面、垣内なんですよね、この7試合では7試合連続ヒット中なんですよ、ですからもう左バッターも森と、高木大成いますけど、やはり当たっているということでこのままだと思いますね。これはファーです。それをミスしないということでしょう、垣内がね。さあ当たっている垣内、ランナー2人を置いてバッターボックス、長い前を取ります。とは全く西武には強いアキーノ、開幕第2戦先発しました。その時も途中までナイスピッチング、チームにも馴染んでいる新外国人ピッチャーのアキーノ。いいね、そんな気持ちで野球やれて国民性の違いかね。ツースリー、あっとじゃあいい配球を返してきてるわけなんですね、アキーノの方も。さあツースリー、高く上がりました、上がっただけ、ローズが前に出てくる、